アンデス山脈、アンデス山脈、アンデス山脈は、主に南アメリカ大陸の西側に沿って、北緯10度から南緯50度まで、南北7 5 0 0トル、幅7 5 0トルにわたる、世界最長の連続した終極山脈でる。山脈は、ベネズエラ、コロンビア、エクアドル、ペルー、ボリビア、アルゼンチン、チリの7カ国にまたがる。最高峰は、 アコンカグは6,960メートル、一節には7,021メートル、で、6,000メートルを超える後方が20材以上、そびえ立っている。山脈が、現在の姿になり始めたのは、白亜紀で、その後現在まで、太平洋プレート、ナスカプレートと南米大陸のぶつかり合いで隆起し、場所により異なる構造運動を受けて、大きくなったと考えられている。上記のように、 海洋プレートの沈み込み帯の上側に乗った大陸プレートが海洋プレートからの圧力を受けて隆起してできたと考えられている。この構造は日本列島とよく似ており、沖合には沈み込み帯に由来する海溝が存在し、山脈上にはたくさんの火山が噴出し、海溝周辺ではたびたび地理地震などの大きな地震が起きている。火山活動は現代でも活発であり、 1985年にはコロンビアにあるネバドデル・ルイス火山の噴火による火山泥流が麓のアルメロの町を直撃し人口2万8700人の約4分の3にあたる2万1000人が死亡する大惨事となるなど災害が起きることも多い標高が非常に高いため鉱山の頂上付近には氷河が発達していることも多いしかし近年これらの氷河は 縮小傾向にあり、ペルーでは1970年以降2014年までに氷河の40%が失われ、最も減少率の高かったパストルリ氷河においては氷河の52%が失われていた。同じくエクアドルにおいても1980年代末に92平方キロメートルあった氷河が2010年には42平方キロメートルにまで縮小した。 アンデス山脈の始まりは、ベネズエラ北部、トリニダード島に近いカリブ海沿岸である。アンデス山脈は、ここから、ほぼ東西に、ベネズエラ高地として伸びる。ベネズエラの首都カラカスもこの高地の中に存在する、高原都市である。カラカス周辺異性のベネズエラ高原は、気候が良く人口中密地域となっており、東から西に、カラカス、マラカイ、バレンシア、 バルキシメトといった都市が点在する。やがて、ベネズエラ高地は南西に向きを変え、メリダ山脈となる。メリダ山脈は、メリダ、サンクリストバルといった都市がある。この山脈は、コロンビアにも続き、コロンビア東部山脈となる。コロンビア国内のアンデス山脈はこの東部山脈の、他、中央山脈と西部山脈があり。 この二三つの山脈が北から南へ並走する形となる。この三山脈間には深い谷が刻まれており、東部、中央両山脈間にはマグダーレナ川、中央、西部両山脈間にはカウカ川がそれぞれ南北に流れ、両河川は合流した後カリブ海へと注ぐ。こういった地形のため、ボゴタやメデリンといった主要都市から太平洋岸へと輸送を行うには零00々。 メートル級の山脈を一つまたは二つ越えなければならず経済の大きなネックとなっている。また、こういった起伏に富んだ地形のためコロンビアの治安は行き届いているとは到底言えず各地にゲリラや武装勢力の調量を許す一つの理由となっている。東部山脈にはベネズエラとの国境に位置するククタのほかブカラマンガやトゥンハといった都市があり中部には コロンビアの首都ボゴタを要するクンディナマルカ、高原、海抜、約2600メートルがある。中央山脈にも、主に中原に、コロンビア第二の都市であるメデリンや、マニサレス、アルメニア、ポパヤンといった都市があるが、西部山脈内には目立った都市はない。しかし、カウカダニには、コロンビア第三の都市である、カリシがあり、 この三山脈と間のマグダレナカウカリオカ国を合わせた地域はアンデス地域と総称され、コロンビア人口の大半が居住する経済の中心となっている。この三つの山脈はコロンビア南部のコロンビア山海で中央、東部両山脈が合流し、さらにコロンビア南端のロスパストス山海で西部脈をも合わせて一本の太い山脈となる。この地域にはパスト市がある。 エクアドルでは、アンデス地域は、シエラ、山地と呼ばれ、オリエンタルオクシデンタルの両山脈に分かれて南へ、伸び、エクアドルの首都、キトやクエンカなどの都市が位置する。キト盆地、海抜、約2800メートルも古くからの集中地である。キトで赤道を越えるが、この付近には4000メートルを超える両線の上に、チンボラソ、6267メートルや、 世界最高の活火山であるコトパクシ山5897メートルなどたくさんの火山が噴出している。ペルーからエクアドルにかけての国境付近でアンデスは一旦やや高度が低くなる。ここまでは北アンデスとも呼ばれる。北アンデスには高原や肥沃な谷間が点在し人口密度は高い。エクアドルはこのアンデス山地地方シエラと海岸地方 コスタの二つの地区の勢力が拮抗している。ペルーに入ると、アンデス山脈は、海岸沿いの西部山脈とアマゾンに面する、東部山脈、そしてその中間の中央山脈に分かれ、それぞれ南北に並行して伸びる。ペルー北部においては、アンデスの幅は南部に比べればそれほど広くはなく、カハマルカなどの都市が点在するものの人口は多くない。ペルーにおいても、エクアドルと同じく、 シエラとコスタの対立構造があるものの、ペルーでは海岸地方の開発が進んでおり、大都市の多くは海岸地方にあり、ペルー人口の半分以上も海岸地方に移するため、アンデス山地の経済比重は海岸部に比べ低い。ペルー南部に入り、南位15度以南では山脈の幅が広がり、南二28度くらいまで最も幅の広い地区となるが、 この中でも最も広くなるボリビアでも幅は 600km 程度にしかならない。しかし、この地区のアンデスは、ペルー南部からボリビアにかけて、高度 3500m から 4500m あたりに、広大で平坦な高原であるアルティプラーの、海抜約 4000m が広がっている。そこには、チチカカ湖やポーポー湖などの湖が広がり、ボリビアの首都、ラパスやインカ帝国の首都だった。 スコなどの大都市があってボリビアの人口の大半はこの高原部に集中している。その北も高原や肥沃な谷が広がっており、多くの人々が居住する。山脈が分かれた間には平坦な土地も多い。また、アンデスの西部山腹にはペルー第二の都市であるアレキパがある。ボリビアに入ると西部にはアルティプラーノが広がり、シュトラパスのほか 20世紀に入り世界最大の鈴鉱山としてボリビア経済を支えたオルロ16世紀より世界最大の銀鉱山として栄えたポトといった古い鉱山都市が点在する。アルティプラーノは南部に行くに従って乾燥していき、南西部には巨大な塩湖であるウユニ塩湖が広がる。一方、アルティプラーノの東に広がる東、アンデス山脈地方は、 高度がアルティプラーノよりも低く、地形は険しいものの肥沃な谷間が各地に点在し、農業生産力の高い地域である。このため、コチャバンバやスクレなどの都市が生まれ、ボリビア経済を支える地域となってきた。特に、コチャバンバ盆地は、オルロやポトシへの食料供給基地として繁栄してきた。また、シトラパスの北東に位置するユンガス地方は、アンデスの登録にあたり、 アマゾンから吹いてくる風の影響で暑く湿った気候となっている。このため霧が非常に多い。この地方も温暖なため農業生産力が高く、首都ラパスの食料供給を担っている。しかし、地形は非常に険しく、特にラパスとユンガスとを結ぶユンガスの道は重要な幹で、あるにもかかわらず非常な悪路として知られており、2006年に 震動が開通するまで年に100人近い死者が出ていた。南位25度に近いユヤイヤコ山より南は南アンデスと呼ばれる。南アンデスは高原の広がる中央アンデスとは違い、地形は険しくなり、主脈の上に平地はなくなる。南アンデスの主脈はそのままアルゼンチンとチリとの国境をなす。ただしアンデスが太平洋岸に迫った山脈であるため、 アンデスサイロクを領土とするチリの国土は非常に細長いものとなっている。三十二度には最高峰アコンカグア山がそびえる。三十五度付近までは三千メートル級の山が連なるが、それ以南はやや高度を下げる。チリの首都サンティアゴはこの付近の西部山脈と主脈の間の構造平野に位置する。南四十二度以南はパタゴニア地方に入り、 高度は2000メートル程度であまり高くないが、寒冷な気候と西風による降水で氷河地帯を形成する。アンデス山脈は有用な鉱物が多く、金、銀、銅、鈴など多様な鉱物を多量に産出する。金や銀はアンデス文明時代から盛んに採掘され、インカ帝国の文化を支えたほか、スペイン植民地時代には多くの金、銀山が創業し、中でも ボリビアのポトシから産出された銀は多量であり、同市は17世紀には繁栄を極めた。しかし、金、銀は、スペインの中南部へ侵略以降の数百年の間に掘り尽くされた缶があり、ペリューのセロでパスコなどで産出されるものの、現在の産出量はそれほど多くはない。銅に関しては、古くから盛んに採掘されていたが、特に20世紀に入ってから、 チリ北部においてチュキカマタなどで近代的な銅の大鉱山が相次いで採掘され、チリ経済の重要な柱となっている。鈴に関しては20世紀にボリビアのオルロで大鉱脈が発見され、ワヌニ鉱山などの大鉱山が開かれた。この鈴輸出は産出量の大幅に減った銀に代わるボリビア財政の柱となり、シモン・パティーニョなど何人かの鈴なり金を生み出した。 第二次世界大戦の前後に需要が高まり、鉱山は好景気になったが、1952年には、これらボリビアの鈴鉱山はすべて国有化され、1990年代になって民営化が進められた。このほマ鉛やタングステンといった他の鉱物も盛んに産出される。近年、ボリビアのウユニシオにおいて、世界の埋蔵量の半分にあたる巨大な リチウム鉱脈が発見されるなど、気象金属が各地で発見され注目されている。アンデス山脈は、気候が温暖であることから農耕が盛んであり、特に北アンデスから中央アンデスにかけては、高地が広がり、人口も中密である。一方で、これらの農地の多くは、地球農業が主であり、またそれほど肥沃ではなく、農地も細分化されていたり地主の支配下にあるなどして、 効率が良くなく、第二次世界大戦以降に海岸部で発達した、プランテーションや大農園に押され気味である。このため、アンデスの農村の多くは豊かではなく、ペルーにおいては1940年代以降、アンデス山脈地方から区の人口流出が起き、首都リマなどのスラムへと流れ込むものが多くなっている。アンデスにおいては観光業も重要である。特に、 インカ帝国の旧首都であるクスコや、その遺跡であるマチュピチュなどには、世界中から観光客が訪れ、一大観光地となっている。その他にもチチカカコや、近年では、ウユニシオコも、その幻想的な光景によって、人気を博しつつある。また、インカ帝国時代の遺跡やスペイン植民時代の遺跡など、アンデス山脈には、多くの世界遺産が存在し、 これらの観光も盛んである。赤道直下を含む長い山脈であるため、北部と南部では気候は大きく違う。また、標高によっても気候は大きく異なり、それに伴って土地利用も大きく異なる。中央アンデスにおいては、海岸側の標高500メートルから2300メートルにかけての地域は、ユンガと呼ばれ。 海岸側の寒流の影響を受けて、基本的には乾燥した地域であり、アンデス山脈の主脈から流れる短い河川に沿って、点々と居住地域が連なる。標高が低いためこの地域は、海岸部と同じく熱帯作物の生産が主な産業となる。また、アンデス主脈と海岸との間が狭いため、この地域はかなり急峻な地形であり平地は少ない。 2300メートルから3500メートルにかけては、ケチアと呼ばれる地域となり、ここでは火器にまとまった幸運があり、また過酷も広く山もややなだらかになる上に涼しく、過ごしやすい気候であるため、居住者が多い。農業としてはトウモロコシが主に栽培される。3500メートルから4000メートルにかけては、スニと呼ばれ、気候は冷涼で、農業としてはジャガイモが主なものとなるが、 この地域も農業は盛んである。4000メートルから4800メートルにかけては、プーナと呼ばれ、寒く乾燥しているために、農業は困難であり、リャマやアルパカなどの放牧が主産業となる。アルティプラーの南部は、ほぼこの標高に位置する。4800メートル以上になると、繁華と呼ばれ、農業、牧畜が不可能な非居住地帯となり、氷河などがしばしば広がる。 アマゾン側に関しては、後方からケチュア帯まではほぼ同じであるものの、ユンガ帯はアマゾンからの厚く湿った空気が流れ込んでくるために密林地帯となっており、ボリビアのユンガス地方など一部を除いては、農業は盛んではなく、人口もまばらである。このアンデス登録では、標高1000メートル以下は完全な熱帯雨林気候となり、アマゾンの一部となっている。 一方、北アンデスにおいては赤道に近くより温暖な気候であるため、この区分はやや異なってくる。標高1000メートルくらいまでの地域は熱帯雨林であり、1000メートルから2000メートルまでの間は温暖な気候となる。2000メートル以上3000メートルまでの地域はやや冷涼な気候となり、コロンビアの首都ボゴタのある、クンディナマルカ高原やエクアドルの首都キトのある、 人盆地など過ごしやすい気候のため多くの人々の住む地域となっている。この高度帯までは農業も盛んである。3000メートル以上4700メートルあたりまでの高度の地域はパラモと呼ばれ、中央アンデスのプーナに対応する寒冷な地域であるが、プーナとは異なりこの地域は湿潤な気候である。しかし、プーナとは違い、パラモは 農業や牧畜にそれほど使用されてはおらず、未開発の地域となっているところが多いが、逆にそのために豊かな自然が残り、生物多様性も豊富である。標高により気温が変わることはアンデス地方の住民の言葉にも現れている。旅行者などがしばしば、君が生まれたところは標高どれくらいか、という質問を受けることがあるが、これは暖かいところで生まれたのか、 寒いところで生まれたのかを尋ねている。ペルー・ボリビアやチリに広がる高地、アルティプラーノは寒冷で乾燥した気候である。より寒冷な南部は作物の栽培にも牧畜にも適さないが、アルティプラの北部はより赤道に近いためやや温が高く、トウモロコシやジャガイモなどを中心に盛んに農耕が行われ、また考えを行うことによりより大規模な生産を行うことができるため、 キワナク文化やインカ帝国など古代文明を生み出す母体となった。また、標高が高く空気が希薄であるため紫外線が強い。アンデス山脈は世界の八つの植物栽培家の起源地域の一つであり、多くの食用植物の原産地としても知られる。特に中央アンデスが原産地として知られる。アンデス原産の食用植物中最も重要なものはジャガイモであり、 紀元前5000年頃には、地地過去周辺で栽培が始まったと考えられている。アンデスのジャガイモは、長い栽培化と利用の歴史によって、多様な品種が育成され、形、色、味などのバラエティも豊富である。アルティプラーノでは寒冷で乾燥した気候を生かし、ジャガイモを屋外で軽く踏んだ後に凍結乾燥させた、中尿と呼ばれる食材が有名である。また、 この他にも世界各地で野菜や調味料として使用されるトマトやナッツや油脂原料として使用される落花生など世界的に重要な作物がアンデスにおいて栽培化されている。アンデスにおける栽培化植物は多岐にわたりカボチャやインゲン豆、ライ豆、唐辛子などはアンデスが原産である。インカ帝国時代には主国として重要視されたキヌアもアンデス原産植物であり。 スペイン植民地時代には小麦などにとって変わられて栽培が減少した地域にも伝播しなかったものの20世紀末以降雑穀が世界的に見直される中でキヌアの栽培も復活傾向にある食用植物ではないがタバコもアンデスのボリビアアルゼンチン国境地域が原産地域でありここから世界に広まっていったトウモロコシは中米原産であり アンデスに元からあった作物ではないが、インカ帝国時代にはすでにアンデスに伝播しており、主要作物の一つに数えられていた。しかしこの時代の主食はジャガイモであり、トウモロコシはむしろ儀式に用いるチチャと呼ばれる酒の原料として重要視されていた。アンデス各地には、インカ時代に建設されたトウモロコシ栽培用の階段高地が各地に残っており、現在でも使用されている。 アンデス山脈は細いが非常に高度が高い上に長く伸びているので近隣の気候にも重大な影響を及ぼしている。アンデスの北部においては、西六は偏西風がアンデスにぶつかるために熱帯雨林広がっており、また登録はサバナ気候となってギャノが広がる。中部のエクアドルやペルー、チリ北部では西六は太平洋を寒流である。 フンボルト海流が流れるために降雨がほとんどなく、砂漠気候の地域が延々と広がっている。アンデス山脈内には降雨があるため、そこから流れ下る川の流域のみがオアシスとなっている。一方、登録には大西洋からの偏東風がぶつかるため一年中タウであり、世界最大の熱帯雨林であるアマゾン熱帯雨林が広がっている。 チュ中部やアルゼンチン中部となる南に30度くらいより南のホーン岬、南に56度までになると、再六には変西風が山脈にぶつかる冬に降雨があるため地中海性気候となり、一方登録、パタゴニアでは乾燥気候が広がるようになる。アンデス山脈はインカ帝国の基盤であり、その時代はインディオ人口の多くはアンデス山脈地域に居住していた。 スペインによる植民地化後もこの構図は変わらず、薬病や防災によって人口は激減したものの、白人のかなりが海岸部に定着したこともあって、アンデスにおいては先住民であるインディオの割合がかなり高い。特に中央アンデスにおいてこの傾向は顕著であり、ペルーやボリビアにおいては先住民族であるケチュア人やアイマラ人といった諸民族が 大きな勢力を未だ保っており、ケチュア語やアイマラ語といった彼らの言語もまた広く使用されている。しかし、言語的には各国の公用語であるスペイン語が極めて深く浸透しており、これらの先住所言語は押され気味である。また、白人と先住民の根血であるメスティソの割合も高くなっている。しかし、先住民族の文化はある程度保たれており、現代でも 民族衣装や音楽などは独自のものが残されている。音楽においては、軽な散歩ャ・ロンダドールなどの先住民系の管楽器とギターやチャランゴなどのスペイン系の弦楽器を組み合わせだ、いわゆるアンデスのフォルクローレが1950年代に完成し、世界で広く親しまれるようになった。上記冷領地域に、紀元前1000年頃からチャビン文化が成立し、 紀元前後からは、ナスカ、ティワナク、モチェなどのアンデス文明が生まれた。紀元700年頃には、ペルー中央高地に、ワリ文化が成立し、アルティプラノにて継続していたティワナク文化との、平立期を迎えた。旧世紀後半頃には、モチェ文化の移民によって、チム王国が、ペルーの北海岸に成立し、士官文化などを併合して海岸部を支配する、帝国となった。 1100年頃にティワナクが衰退すると、父カカコ周辺は諸民族の構想の舞台となったが、そのうちインカ帝国が勢力を拡大し、1476年、ゴロウには最後の敵対する大勢力であったチム王国を併合し、1500年頃には、インカがエクアドルからチリ北部までのアンデスを制覇した。しかし、1532年のスペイン人の侵入によって、 アンデスの先住民独自の文明と政治組織は滅びた。アンデスという名称は、このインカを起こした民族である、ケチュア族の言葉で東を指す、安易によるものとされる。1533年に、フランシスコ・ピサロがクスコに入場し、インカ帝国が、ほぼ滅亡すると、アンデス全域は、スペインの植民地統治のもとに置かれた。リマに本拠を置いた、ペルー副王領が、 アンデスのみならず、南アメリカのスペイン領全土を統括したが、その統治は過酷なもので、アンデスのインディオ人口は、この時期に激減している。しかし、それでもインディオは、かなりの人数が生き残り、アンデスのほとんどはインディオが多数を占める世界で、あり続けた。一方、アンデスの各地にはスペインが、植民都市を建設し、多くの白人が流入した。中でも、 ボリビアのポトシは16世紀以降世界最大の銀行山として知られ、ここからの莫大な銀の産出はスペイン黄金時代を減出させることとなった。これらの白人とインディオの間の根結はメスティソと呼ばれ、やがてアンデスの人口の多くを占めるようになっていく。インカ帝国はビルカバンバに逃れて数十年間抵抗を続けたものの、やがて滅ぼされたがスペイン政府は クスコ周辺のインカ有力者たちについては地位を認めるなど、怪獣策を取り、この地域のインディオ有力者たちは、植民地時代末に至るまで、一定の力を保ち続けた。18世紀末になると、本国からの白人が優位を占める体制に、植民地人たちが不満を強めていき、1780年には、クスコ周辺で、ドゥパクアマルー二世の乱が起きるなど、 スペインの支配体制が揺らぎ始める。スペイン本国においても、ナポレオン戦争によって、従来の体制が大きく揺らぐ中、シモンボリーバルや、ホセデサンイコールマルティンの手によって、オーコロンビア、チリ、アルトペルー、ボリビア、そしてペルーと、アンデス諸国は次々と独立を達成していった。独立はしたものの、アンデス諸国の情勢は、不安定なものだった。 各国を大きく統合しようとしたシモンボリーバールや、ホセデサンイコールマルティンが相次いで失脚すると、各地のカウディリオたちは各地に拡挙し、この動きの中で、オーコロンビアは、ベネズエラ、コロンビア、エクアドルの3カ国に分裂して、やがて現在の7カ国にまとまった。しかし、各国の勢力範囲は固まっておらず、国境線は何度も引き直された。1836年には、 ボリビアのアンドレスデ・サンタクルスがペルーを征服し、ペルーを北ペルー共和国と南ペルー共和国に桁上でペルー・ボリビア連合を建国したものの、この統合に危機感を覚えた周辺各国の介入によって1839年にこの連合は崩壊し、以後アンデスの国家数は7で固定された。19世紀のラテンアメリカ諸国を巻き込んだ保守派と自由主義派の対立は、 アンデス諸国においても激しかったが、アンデス諸国においては保守派は、アンデス山岳部に基盤を置くことが多かった。特に、エクアドルにおいては、首都基頭を中心とするアンデス山岳地方、シエラと太平洋岸のグアヤキル港を中心とする海岸部、コスタとの対立が19世紀後半に至るまで、エクアドル国内政の主要な争点となっていた。エクアドルは、 山岳部の人口が中密であり、19世紀半ばの山岳部と海岸部の人口比は8対人にも及んでいたため山岳部を握る保守派が優勢となっていたが、やがて山岳部の農地の疲弊と海岸部の開発の進展によって海岸部が経済力をつけ、海岸部に基盤を置く自由主義派の政治が行われるようになっていった。1879年にはペルー・ボリビアとチリの間で、 太平洋戦争が勃発し、勝利したチリは、ボリビア領のアントファガスタやペルー領のアリカやイキケを占領し、アンデス西部山麓の広大な領土を獲得した。一方、この戦争に敗れたペルーは、グアノの大産地を失って、経済危機に陥り、ボリビアは西部山脈伊東に押し込められて、内陸国となった。この戦争以降、アンデス部分においては、 大幅な国境変更はなくなった。20世紀に入ると各国で近代化がより進んでいく。一方、アンデスコ高チ農村の貧困は一向に改善されず、20世紀後半には、コロンビアやペルーなどで、アンデス農村部はゲリラが調量するようになった。特にペルーのセンデロルミノソは1980年代に、ペルー中部のアンデスを根拠地として、猛威を振るったが、年に、 幹部のアビマイルグスマンが逮捕されて、以降急速に衰え、2010年代には残った、組織も他の重要幹部の拘束により、大打撃を受けて、この脅威はほぼ取り除かれた形となっている。アンデス山脈の走る7カ国のうち、大西洋を思考し国内における、アンデス地区の比重が非常に低いやアルゼンチンを除く6カ国、ベネズエラ、コロンビア、エクアドル、ペルー、ボリビア、 チリはアンデス諸国またはアンデス六カ国と呼ばれる。このうちベネズエラを除く五カ国は1969年アンデス共同体を結成し、1973年にはベネズエラも加盟したものの、1976年にチリが脱退、2006年にはベネズエラも脱退した。一方で残った四カ国は徐々に協力体制を深め、1993年には ベネズエラ、コロンビア、エクアドル、ボリビア間で、いきなり関税が撤廃され、2006年にはペルーも、これに参加して、アンデス自由貿易圏が完成した。また、加盟国間の移動に関しては2003年より、身分証明書の提示のみで、パスポートがなくとも、各国間を移動できるようになるなど、一定の統合が進んでいる。一方で、 政治的にはこれら諸国は対立することもしばしばあり、2008年には北アンデス三国においてアメリカ寄りのアルバロウリベ率いるコロンビアと反米を掲げるエクアドルのラファエルコレア及びベネズエラのウゴチャベスとの間で対立が表面化、アンデス危機と呼ばれる政治危機が起こった。南から北へ順番に主要な山のみ標高は資料によって異なる。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。